クラウドサットは2006年4月28日にデルタ2で打ち上げられたアメリカ航空宇宙局の地球観測衛星である。バンデンバーグ空軍基地 SLC-2W で打ち上げを待つクラウドサットとキャリップスを運ぶデルタ2ロケットレーダーを用いて雲の高度や特性を測定し地球温暖化問題の解決の一助とするために雲と 気候の間の関係を探ることを目的とする。クラウドサットは他のいくつかの人工衛星とともに衛星コンステレーションへとレインを構成する。このミッションは1999年の NASA のアースシステムサイエンスパスファインダープログラムで選ばれた。コロラド州ボールダーのボールエアロスペースが宇宙船の設計と製造を担当した。クラウドサットのメインの機器は 雲の広報散乱を利用して距離を測る 94GHz の転調レーダークラウドプロファイリングレーダーである。レーダーはカリフォルニア州パサデナにある NASA のジェット推進研究所で開発された。ハードウェアはカナダ宇宙庁から提供された。CBR の全体の設計はシンプルでよく考えられており、地上や航空機に設けられた多くの雲レーダーのノウハウを受け継いでいる。 パラメータやシステム構成は1998年に NASA の DC-8 に乗せられたエアボーンクラウドレーダーを元にしている。CBR はジェット推進研究所におけるレーダーに関する専門性や経験を十分に生かしている。ジェット推進研究所が開発したレーダーには CSATSAR-SAR-A,SAR-B,SAR-C やシャトルレーダートポグラフィミッション カッシーニのレーダー、キャット、クイックスキャット、シーウィング等がある。クラウドサットの主ミッションは、季節1周以上が観測できるように22ヶ月が予定されていたが、レーダーの寿命のデータから、NASA は99%の確率で3年以上は運用できると期待している。クラウドサットジェット推進研究所によって運用し、コロラド州立大学が科学データの解析等を、 行っている。プロジェクトの総予算は約2億ドルである。ありがとうございます。